ガチャ、サメさん、英単語の時間がやってまいりました。本日の表現はこちら、 sort after。 皆さん、こちらに例文書きましたので、どんな訳し方になるのか考えていただけると嬉しいかと思います。先生にとって最もうにゃいねな3つの特色、サメさん、どうでしょう。そうです、求められている特色ですよね。ですから1つ目の訳し方は求められている。で、皆さん、これをどうやって覚えるのかということですが、皆さん、 sort、皆さん、そもそも動詞の原型は、まあ、こちらに書きましたが、seek ですよね。探し求める。ですから、それを過去分詞にしただけでございますので、求められている。いけそうですよね。そして、もう一つの意味と言われたら、人気のある。というと、と思う方いらっしゃるかと思います。ですが、皆さん、sought after、そのまんま直訳していただけると、なんか連想できそうですよね。ですから、皆さん、これが皆さん、人気のある商品だと思ってくださいね。まあ、もしくは人気のある人だと思っていただいてもよろしいかと思います。で、その人が皆さん、こういう風に移動すると、ファンの方たちがその人に合わせてなんかこうくっついていくんですね。そうです。アフターがついてる以上、皆さん、後から追いかけるんですね。このオレンジさんの後を追い求める。で、追いかけられる存在なわけですから、そのイメージを持っていただけると人気のある。いけそうですね。じゃあ皆さん、品詞はどうですか？まあ、さすがにこのあたりであれば皆さん、名詞にかかってそうですよね。そうです。形容詞でございます。で、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、皆さん、短い棒、ハイフンがくっついてると、結構な確率で形容詞。それになる確率が高いですので、押さえておきましょうね。そして皆さん、そうと出てきましたので、皆さん、この下でございます。seek。確認しておきますね。まず皆さん、seek の後ろ、expand 書きました。さあ皆さん、この expand の形を適切な形に直してください。ing がつきそうですか？そうです。ing じゃなくて、to 不定詞ですね。そうです。seek to 不定詞。皆さん、意味は大丈夫ですか？そうです。うにゃうにゃしようとする。そして皆さん、下をご覧くださいね。皆さん、pleasures は名詞でございます。で、皆さん、seek の右側の前置詞と言われたら、思い出せますか？ for ですよね。そうです。seek、皆さん、求めるでございますので、for との相性バッチリ。皆さん、for も求める感じですよね。ですので、上の sought after。これと合わせて皆さん、seek の後ろ。2種類を押さえてください。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸7番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。